ちは。こんにちは。いやセリーグは、はい、まあもうね優勝巨人、まあもう ね言ったってね、はい、いやまだ阪神中日わかんないぞって言われたらバカだお前バカかって言われる、ね、そうですね。今現在10月15日時点でもうマジック9、そうだね、一桁にもうなってるので、ね、はい、でそうなってくると、はい、あ今年は消化ゲームだとか言われてますけど、うん、セリーグの投手陣 このタイトル争いか熱い熱い、まあ、今ねファンの間でももうここが大注目だって言われていて、うん、大野雄大投手、菅野智之投手、そして西勇輝投手、はい、この3投手が、うん、まあ、誰がどのタイトルを取るんだということで今非常に熱く盛り上がってるんですけれども、ね、まあ、菅野がいっぱいしたことによって、はい、ちょっとこう可能性がいろいろ出てきたというかね、うん、最多勝も、あそうですよね、うん、そう今じゃあまず最多勝から、最多勝というか勝利数からいくと、はい、菅野投手がもうダントツトップの13勝ですよ、うん、で9勝で大野雄大投手と西勇輝投手が並んでいる、うん、ということはもう最多勝はもう、菅野投手で、まああと投げても4回ぐらいだと思うんだよね。そうですよね、5回投げれないと思うんだよね、これローテーション的に言えば10月15日時点で、あとまあ残り試合数とか、まあね、1週間に1回と3、4だと思うんだよね。ということはやっぱりこの数字が抜けない、だから最高にいって菅野がもう勝てないっていうことになってくると、うん、またその日本シリーズのために温存するっていうことになると、はい、並ぶ可能性はあっても、うん、抜く可能性はまずない、ほぼほぼもうゼロに等しいとなると、やっぱり最多勝は、まあ、菅野投手が一番前、ほぼほぼ有力なんじゃないかと。そうだね。で、また防御率ですよ、はい、もうトップは大野雄大投手の 1.92、はい、で次が菅野投手 2.02、はい、で西投手の 2.18 と、うん、まあここら辺も3人ともチャンスあるよね。これはね、はい、球場の関係があるんだよ。あやっぱり名古屋ドームっていうのはやっぱりいいよ、広い、ね、広いし、はい、ただ防御率を取るんだったら条件的には外野手の強化が必要、うん、うまい選手をやっぱ大野が投げるときは守らさないと、はい、アルモンテとか守ってたらとてもじゃないけど、うん、怖い、ね、いや本当だよ、そうなりますよね。だからセンターの大島はいいかもわかんないけど、はい、ね、アルモンテとか守ってたらやっぱあそこ打たせられないの。ということは、まあ、もう例えば中日の監督なりコーチなりが、うん、まあ、大野雄大投手にタイトルを取らせたいってなったら、大野雄大投手が投げるときっていうのはもう外野を固めてくる、外野の外野は、まあ、内野はねすごくうまいからいいんだけど、はい、やっぱ外野のあのやっぱ例えばシングルヒットに止めるか、うん、ツーベースにするかじゃ大きな差になってくるからさ、はい、そうですよね、それが取れるか取れないかっていうのがあるでしょ、はい、だからまあ点も必要だけどさ、うん、防御率っていうのは、はい、点いらないからさ、うん、自分がゼロに抑えていけばいいわけだから。いやそうですよ、だって大野雄大投手ってもう5完封ですから、うん、だから勝ちにこだわると、はい、それはアルモンテとかバッティングで入れとかなきゃいけないけど、はい、でも防御率ってなってくると、うん、やっぱ守りだからさ、そうですね、だからそこら辺はちょっと考えてやらなきゃいけないかなって思うよね。なるほど、うん、で完投、まあ大野雄大投手が9で菅野投手、西投手が3-3でも並んでいると、うんうん、あとこれ数字的に必要になってくる数字って、見たい数字って奪三振とか、ね、あそうですよね、奪三振はまあまあ当たり前ですけど、大野雄大投手、うん、128で、まあ、ダントツっちゃダントツなんですけど、うん、次が菅野投手の113、うん、で西投手の101、これも奪三振って一気そうじゃないですか、大野が、うんうん、まあ昨年の実績があるよね、はい、やっぱ防御率という、うん、でそういう自信っていうのも大きいと思うんで、まあ、もちろん菅野もそういう実績を持ってるんだけど、はい、やっぱ優勝に向かわなきゃいけないし、うん、でも一つの重しが取れたよね、いっぱいすることによって、はい、だって負けれない、点やれないじゃさ、うん、はい、やっぱ窮屈だったと思うんだよ今までが、はい、ね、記録も作りたいって、うん、で記録が一旦終わったわけでしょ、そうですね、広島戦で、はい、開幕からの連勝記録っていうのが、うん、そうしたらまた変わってくると思う、調子は上がってくると。あ、逆に、うん、なんかこういい意味での何か緊張感が溶けてってことですか。で、溶けて、はい、俺はいい方に出ると思ってるんだけど、はい、溶けて、うん、悪い方向に出る可能性だってあるわけだからね、まあ、これはね、うん、でも菅野の性格だとか、はい、菅野のあの素質ものの大きさから考えると、うん、俺はいい方に出てくると思うんだよね。あ、なるほど、うん、
じゃあ多分菅野投手は、まあ、最多勝は菅野投手が取るんじゃないかと、うんうんうん、でまあ防御率とかはまだ分からないですけど、じゃあでも西もチャンスがあるよ。いやもちろんそうですよね。今2位西は何でかというと、はい、打たれても野手がエラーしてくれたら、そう自分自責にならないんだよ。また阪神エラーで。いやエラー多いもん阪神は。まあそうなんですよ、ね。だからいくら点取られても自責じゃなかったらさ、防御率は上がっていくわけだ。そうですよね。なんこれ阪神の野手ありきのこの防御率みたいな感じになってますけれども、ね。まあ、ね、まあ、まあ、でも西もチャンスがあるよね、防御率は。まあね、そういう意味ではそうですよね。いや、じゃあ今度タイトルは今こんな感じで争われてますけれども、うん、シーズンが終わった時の、うん、まあ、例えば MVP、ゴールデングラブ賞だったりとか、あと沢村賞、まあ、今年どうなるかわからないですけど、うん、これはどう私は、まあ、大野雄大投手、菅野投手、どっちが取るのかなっていう。これね、まずね、ゴールデングラブからいくわ、はい、ゴールデングラブは間違いなく西がいくと。ええいや、例えばこの3人の中から比べると、はい、やっぱり西の守備力っていうのは高い。そこを見てるんですか、うん、守備力は高い。この3人を並べるとね、はい、俺は西は守備がうまいと。あ、だからゴールデングラブっていうのは西投手、俺は西が行くんじゃないかなっていうような、おこれは思う、はい、あ、じゃあゴールデングラブ豊さんの予想は西投手ってことですね、うん、はい、俺は選ぶね、はい、ゴールデングラブだけだったらね。わかりました、うん、であと記者によるあれですよね、ベストナイン、ベストナイン、いやベストナインはさ、やっぱり優勝して最多勝を取ってる、はい、やっぱ菅野に行くよね、うん、まあおそらく最多勝は取るよ、ピッチャー部門で、ピッチャー部門で、であれって MVP もありましたっけ、確か、だからまあ総合の MVP はあるよね、はい、セとパでそれぞれなんですけど、うん、あるよね、まあ大体優勝したチームから出るから、え、じゃあまたここも、まあ、菅野だしね、私は大野雄大投手とかかなと思ったんですけど、スタートが悪かった、あ、まあまあスタートは悪かったです、うん、ただ、だから菅野はもう開幕からずっと安定して力を発揮して13、うん、今現在ね、はい、たどり着いてるわけだし、うん、だからそれは開幕から何試合か勝てないって言ったらさ、開幕投手ってチームにどれだけ迷惑がかかるかという、あ、まあその見え方的なものですね、見え方的なものもあるし、はい、まあ、成績もそんなに変わらないわけだし、はい、でも最多勝を取ってるという、はい、まあそうか、うん、じゃあもし沢村賞、あ、これ今回あるとしたら沢村賞は、まあ規定的なものはちょっと下げるよね、試合数が当然低いわけだから、うん、少ないわけだから、うん、これは難しいな、あ、やっぱそこは難しくなってきますか、ここはやっぱ大野の、はい、やっぱ三振を取る力と、はい、完封していく、完投していく力、はい、これはやっぱ大野のその馬力というのは沢村賞に値するよね、はい、ですよね、ただ、はい、9勝でしょまだ、はい、勝ち星が4つ投げるとして4つ勝ったらな、うん、可能性がある、だから4つ勝つというと13勝5敗になるってことですか、うん、だいたい沢村賞ってさ、はい、15勝以上だもんね、そうか、まあ、じゃあ今回ちょっと試合数が少ないと、うん、しても13勝とかは欲しい、13は欲しいよね、そしたら全部勝たなきゃいけないということ、ね、もう負けられないですよね、もう負けられないということ、ああそうか、それと負け数が いくつある5の5でしょ、はい5です、で菅野が1でしょ、はい、西が4でしょ、はい、一番負けてるわけじゃん、まあそうですね、この3人の中でも、うん、だからそういう意味ではそこら辺がマイナス要素になってくるよね、いやだから完投と完封を足すと大野雄大投手って今10月15日時点で14個完投完封してるんですよ、ああ菅野投手は6個なんですよ、うん、ってことこれかなりのなんか私は3番じゃないかなと、まあまあまあ、それはアドバンテージになる、まあ、大野、ね、ただ菅野は無理して完投する必要がないの、はい、まあ、その後の日本シリーズのことも考えもあるし、後ろがいいし、まあ、そうですね、で中日は最初不安定だったじゃん、はいだから先発ピッチャーを変えられなかったっていう事情もあるよね、はい、でも大野は完投する力があるから変える必要もないと今ではね、そっか、だからそのインパクトっていうのはすごくでかいと思う、あといや私はなんか率直 なんかあれとして完投完封をこんだけしてるの方が、うん、なんか13勝よりすごいんじゃないかと思ってしまうんですけど、うん、その勝利数と完投完封の数これどっちの方がすごい投手ってなるんですか、まあ、先発ピッチャーはやっぱこうエースと言われるピッチャーは勝ち星だよね、はい、それとやっぱりチームにもたらす貯金、はい、13勝1敗12の貯金させてるんだよ、はい、
で大野は9勝5敗、はい、4つで4つでしょ、うん、これは12と4つじゃ、うん、また違うよね。だから監督が14あんのと6とっていうふうに森藤は言ったけど、はい、だけどチームに与える影響っていうのはやっぱこう貯金だから、個人の能力としてはピッチャーとしての単体で見た能力としてはどうですか。別に大野雄大投手を何とかしてっていう感じはないんですけど、まあ、それいいんだけど、うん、まあ、双璧に近いというかさ、でも投げに負けてるよね。まあそうですね、うん、菅野が勝ったの。まあそうですね、そうでしょ、そうか、だからそういうこともポイントとしては大きいんだよ。だから誰と投げ合って勝ってるかとかさ、そういうところに行くよ。でも大野もすごく沢村賞に近いですよね。じゃあ今10月15日じゃないですか、うん、あと残り試合がもう少ないですけれども、こっから大野雄大投手が沢村賞だったりベストナインだったり、まあ、MVP だったりを取れる可能性が出てくるってなると、どういう菅野投手と大野投手の数字がどうなって、だから4つ投げるうちの、はい、まあ、例えば4つだとしたら4つとも、まあ、勝つことは条件の一つ、ね、大野雄大投手は勝つことで、それで13でしょ、はい、ね、その中のうちに2完封したら可能性ある、うん、あ、2完封したら、だって菅野が4つ投げるとしたら5割でいったとしても2勝したら15に手が届きます ね, ますね、はい、15だったらもう菅野の今の成績だったら当確だと思うんだよ、菅野投手の方がってことですよね、うん、どんなに大野雄大投手が追い上げてきたところで、うん、じゃあ菅野投手が、まあ、例えば仮にちょっとここからまあ、3連敗とか4連敗してしまったよって、なかなか4連敗したらこれはやっぱ大野抜かれる、あ、これは抜かれると思う。そっか、まあ、例えば味方の援護点がなくて14勝で、はい、まあ、例えば4つのうち1つしか勝てなかった、14に終わった、はい、大野が13になった、うん、これ大野に沢村賞が行くよ、多分行きますかね、行くと思う。そっか、うん、そっか、あ、だからベストナインとかはやっぱ優勝したチームっていうイメージが強い、うん、から、そうそう、菅野投手になってしまうかもしれないけれども、沢村賞っていうのはピッチャーの質だけだから、うん、内容と、だから それを取れる可能性が大野雄大投手はぐっと上がってくるってことですよね。いや、これはもう消化ゲームでもな、もうないですよ。いやいや、違うよ、だからそういう視点でプロ野球を見ていくとすごく面白いと思うよ、うんうん、そうですよね、だから西だってチャンスはあるわけだから、あ、まあそうですよね、このあとどん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 負けずにあと4勝とかしていけばっていうことですね、うん、していって、この成績をもっと上げていけば可能性だってあるわけだから、はい、この3選手、そうそう、だから今10月15日ですけれども、果たして本当に、まあ、今見ている日付だったりとか、うん、あの120試合全部終わった時にこの3投手がどういう数字を残して終わってるかが面白いよな、めちゃめちゃ面白いですね。だからまあセ・リーグはね、はい、まあ、巨人が優勝するとして、うん、でもそれを支えてきた菅野がどうか、はい、うん、その菅野に迫ろうとしている大野がどうか、西がどうか、はい、こういうこともね、はい、楽しみの一つだから。いや、そうですね、なんか久々にちょっとコメント欄で皆さんはどの投手がどのタイトル取ると思うかとか、まあ、そういうのもちょっとまた聞いてみたいですね、はい、はい、書き込みもよろしくお願いします。